はい、こんにちは。えー、今回は、えー、マッシュを使って、えー、釘バットを簡単に作ってみようかなと思います。えーまあ、完成形はこんな感じですね。まあ、カラフルに見えやすくしたんですけど、素敵なバットができたかなぁと思います。この釘バットっていいですよね。あのプロシージャルのお題としてすごいやりやすいというか、うん。 ちょっとテーマとしてすごい良かったので、考えてくれた人ありがとうございますってところです。はい。で、えっ、ー、と、完成形をちょっと動かすと、まあ、こういう箱でビジビリティが切れるようになってます。なので、普通のバットにすって変換できるようなのも簡単にできます。まあ、こう、これでビジビリティが入っていくみたいな感じですね。変身とかにも、まあ、もしかしたら使えるかもしれないですよね。急に、あの、 必殺技とか使うときにこうまあゼロにしといてこうやってあそうだこうこうこうこんな感じとかねっていうのにもなんか使える可能性があるってぐらいですかねじゃちょっとこれを作っていこうと思います、まあ、数も変えられるってぐらいでで、まあ、こう距離とか もっと上込もうとかもできるので反対になっちゃったこうとかねはいじゃあやっていこうと思いますじゃあ存在するやつは一回消しちゃおうかな、まあ、こうやって消せば元通りになるんではいでえー、っとちょっとそのまんま P シリンダーってなっちゃってるんですけど 区切ってしますね英語で書けばいいんですけどちょっとはいでこれからこの2つのメッシュバットと釘の2つで作っていきますでまずえっとマッシュに登録するのはこの釘だけで、えー、っとマッシュはどこかなアニメーションにやりますねマッシュクリエイトマッシュネットワークうーんとまあどれでもいいんですけどメッシュでまあ1粒だけ 表示すするよよううなものに今回はしてみようと思いますで、アプライ y でやると元の釘は非表示になってこっちのマッシュとレプロメッシュっていう方に置き換わります。ここに中心に行きます。うん。で、えっ、ー、と、あとはマッシュ選択して、えー、デフォルトで入ってるのはこのディストリビュートっていうまあ 並べるようなノードなんですけどでここであのー、どうやって配置するかっていうのは決められます例えばこのディストリビューションタイプリニアってなってますけどここを変えてメッシュにしますでインプットメッシュっていうところがあるんでバットを中ボタンで持ってきますグイッとうんでもう10個表示されるっていうのになってますで多分10個 あるんでしょうねどっかに、うん、でここを変えます100。うん、でこんな感じでとりあえずもうほぼできましたけどなんか集合するというかなんか固まるのでえこれはユ、えーズフェ e スエリアとか使うと、まあ、ちょっと分散するなっていうところです。160とか。 まあこんなないので普通の釘バットって多分まあ逆にダメージ低くなりそうなんでこの200とかあってもねなんかちょっとトゲトゲしい方が多分強いと思うんでまあこんな感じとかにしますかであとはまあ下の方にもいろいろあるんですけど例えばこうランプがついてるんでスケールランプとかで デフォルトだとこのランプは無視するってなってるんで外して、まあ、この辺調整できますねちょっとサイズ感とかこんな感じでまあこれもそんな使わないかもしれないですけどまあ一応できるってぐらいで角度とかうんって感じですうんあんま強そうじゃないですね、うん で、これで、えー、っと、うん、表面にこう配置するのはこれで完成ってところですね。50個ぐらいにしようか。で、次に、えー、このままだとやっぱ全体に、こう、散布というか、配置してるので、手元の部分もついちゃうんですね。だからここを消していこうと思います。えー、これはビジビリティでできます。ビジビリティってやつ。 で、これ本来というか、まあ使い方としては、マップを入れると、マップ、白黒のマップを入れると、えその白黒に応じて配置されるってところ。まあ、ほんか使い方ですね。0だったら非表示、白だったら表示っていう。で、マップはちょっと作るのめんどくさいので、あのフォールオフオブジェクトっていうのを使います。右クリックでクリエイト。で、この、 丸が表示されている部分だけ表示されるようになります。うん。で、実行というか、まあ、このフォールオフオブジェクト選択して、まあ、シェイプのタイプを変えられます。まあ、キューブでいいかなと思って。で、デフォルトだと、こう、インナーみたいなゾーンがあって、アウターがあって、まあ、ここからここ減衰。まあ、この四角が1でここは0みたいな感じで、こう、 こういうういいいいカーブを描ててて減衰していくっていうただビジビリティに関してはあんま意味がないのでなんかこうデフォームスケールするような他にもこのフォールオフ以外にもいろんなマッシュはあるんですけどまあこれじゃんビジビリティだと01でいいかなとまあ0か1しかないのでビジビリティ半透明はビジビリティの場合存在しないので0か1でいいかなっていうことでこれ全部 これを1にします。インンナーゾーゾで、あとは、えー、このサイズに応じてとか、まあ、どこまで表示したいかっていうのを、で、囲っちゃいます。うん、こんな感じですね。はい。で、大まかには完成で、あとは、まあね、なんか好きなんでしょうね、このカラフルにするのが。なので、カラーを入れて、 ちょっとねポップな感じにしてさっきのは完成にしましたうんこんな感じであとはこれをペアレントとかこの子にしちゃえばもういいのかなうんでも計算入っちゃいますねやっぱなのでやっぱマッシュとかそういうのはあの再計算入んないようにリプリケートとかしておいた方が これをリプリケートしてマッシュ側は表示にしてでこの子はバッドにペアレントするでとかの方がまあ安定はするし重くはないでしょうねっていうところですねはいで今回はこの釘バッドに、まあ、簡単にマッシュで作れるよっていうのの紹介となりましたはいよろしければチャンネル登録よろしくお願いします